ヨハン・フリードリヒマテイは、ドイツの肖像画家、歴史画家である。1810年から1814年の間、ドレスデンの美術学校、カンストカデミー・ドレスデンの校長を務めた、マイセンで生まれた。父親は、芸術家で、マイセン時期制作所で働いた人物である。ドレスデンの美術学校で、ジョバンニ・バティス・タカサノバに学んだ後、 ウィーンに移り、ウィーン美術アカデミーで5年間、ハインリヒ・フリードリヒ・ヒューガーに学んだ。イタリアに旅し1802年から1804年の間はフィレンツェに滞在し、1805年から1807年まではローマで修行した。ドレスデンに戻って教え始め、1810年に美術学校の校長になったが、この時期はナポレオン戦争で、 ザクセン王国は戦場になり荒廃した。ナポレオンが敗れて、ウィーン会議が始まった1814年に校長を辞めるが、美術学校はしばらく校長を置かず学生の自治で運営された。マテへの教えた学生にはなぜアレハの画家になるかある、エガーズやフィリップ・ハイトがいる。1823年に、ドレスデンのアルテマイスター絵画館の学芸員になり、 1934年に館長になった。イタリアを旅し、帰国中にウィーンで没した。ありがとうございます。